群内地方は山梨県鶴郡一帯を指す地域故障。三坂山地と大菩薩令を境とした県東部地域で北鶴郡、南鶴郡にあたり、相模川、水系、玉川水系の流域とほとんど一致する。県西部地域を指す国中地方と対比され、山梨県の県域を形成する。 気象庁による山梨県内の気象区分では東部富士五湖地方と呼ばれ、この故障が用いられることも多い。関東地方との結びつきが国中地方と比較して強い。また、関東地方のテレビラジオの放送局の電波が直接受信できる。山梨県における旧鶴郡の一平坦な甲府盆地が広がる国中に対し、急峻な地形の山林が大半を占める。 気候は、盆地特有の内陸性気候である国中に対し、軍内は、全域で夏に、雨が多く、冬は、晴れの日が多い。気温は、相模川、玉川水系流域と富士山北6で違うが、全般的に、昼夜、夏冬の寒暖の差が激しい。富士山北6は、東京に比べて4摂取5度、相模川、玉川水系流域は、2摂取3度低く。 山中小村の夜間は特に冷え込む。人口は総じて相模川流域沿いなど山間の平坦部に集まっている。近世に確立した軍内式が現在でも重要な地場産業であり、近年は交通が整備され、冷涼な気候や景品、中京圏から近いことを活かした観光に力を入れている。中世には武田家とも婚姻を通じた。 家臣団となった小山田氏が漁師、館を中積森に置く。軍内の故障が用いられた所見は1535年の海本総月の記事。武田氏本領の国中と対比され、戦国期の資料に軍内の用語は品質する。近世には谷村に班長が置かれ軍内領となる。国中に対して独自的な地域で大小切りや公衆マスの適用外であり、 方言習俗も関東と通じる。大月市、鶴市、上野原市と北鶴郡南鶴郡からなる。大月市が交通の中心地。中央道の大月ジャンクションがあり、また、JR 中央本線と富士急行の乗り換え駅の大月駅がある。また、鶴市には、リニアモーターカーの実験機関や、公立大学である鶴文科大学、大月短期大学がある。 玉地域に近いために玉無しと風刺されることもある。中央線の通勤電車が大月駅まで延長されたこともあり、四方津駅や猿橋駅周辺はニュータウン化している。地形は、鶴市と西葛町の富士急行沿線と大月駅周辺、上野原市に市街地が少し平地がある他は急旬。その急旬な地形のところは、渓谷見物や、 登山などに来る人が多く、森林も多い。特に小菅村は村域の95%が森林である。道志村は横浜市の浄水水源としても知られる。相模川沿いでは、急峻な地形を利用して、水力発電や管理釣り場が経営されている。地形見どころ富士吉田市と南鶴郡からなり、富士山を源とする相模川の県流域にあたる。 富士吉田市が商業、交通の中心地。地形は富士山から大きく広い裾野の緩い斜面になっており、三坂山地や小小小山の山体に近づくほど急な斜面になる。富士五湖があり、日本の湖水地方とも呼ばれている。元洲湖の方は樹海が広がっている。山中湖や川口湖は観光客が多く、川口湖の南西には別荘が増えてきている。 産業は精密機械業や観光業が多い。地形見どころこの他に、田場山村、小菅村の玄関口として、大目線奥多摩駅がある。ありがとうございます。